ドジャースが4年ぶり8度目のワールドシリーズ制覇を達成し、地元放送局、スポーツネット LA の女性リポーターであるキルステン・ワトソンさんも歓喜の瞬間を味わった。あなたは勝利の女神、ドグン女性リポーターが WS 優勝トロフィー抱えて笑顔。そんな中、現地時間11月1日、日本時間2日にワトソンさんは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、 自身も選手が乗る2階建てのバスに乗車して優勝パレードの様子を公開した。さらに別の投稿では、ワールドシリーズ優勝トロフィーを抱えながら喜びの表情を浮かべる写真なども掲載して、ドジャースがワールドシリーズのチャンピオンになった。私の人生は夢のようと記した。さらに、このチームを取材できるのは、なんと光栄なことでしょう。スター選手が集まったチームですが、 それ以上に最後まで戦い抜いた勇敢な男たちのチームですと、選手たちを称えていた。この投稿には、あなたがいてくれてドジャースは幸せです。あなたは勝利の女神です。といった声や、2024シーズンが終わり、日本でワトソンさんを目にする機会が少なくなると思うと少し寂しいですと、今季が終了し、 ワトソンさんの姿を見る機会が来期まで少なくなることを寂しがる日本のファンからのコメントもあった。